これはソレスタルビーイングが世界を揺るがす5年前、西暦2302年の出来事である。まだ武力介入の準備段階であったソレスタルビーイングには、組織内部に裏切り者の暗躍があった。計画に是非を問う者たちの策略により、当時開発中であったガンダムに運用事故が多発した。マイスター候補の一人だったヒクサー・フェルミは親友グラーベ・ビオレントを失い、また同時に自分の存在をも殺されることとなった。生きろ。命を落とした親友が最後に託した言葉、その約束を果たすため、ヒクサーはベーダの忠実な端末に成り下がってでも、この親友のいない世界で生き続ける道を選んだ。ベーダからのミッションプランか。ここで命令不履行して首の爆弾で吹き飛ばされるのも面白いかな。いや、計画のために生きる、そう決めたじゃないか。活動を再開した彼は、それまでにあった陽気さを失い、首にはめられた自爆装置が組織内の立場を表していた。そしてミッションを開始しようとした時、彼の目に憔悴した少女の姿が映った。女の子。傷が痛むのかい？あ、いえ。わかるよ、君が痛がっているのはその傷じゃない。その出会いは運命のいたずらだったのか。ハヤナはフェレシテに所属する花代と同様に、もともとは人格プログラムから生まれたデータ上の存在であり、その肉体も組織が用意した器に過ぎない。一連の事故の影響によって、彼女は今でも自身の肉体を奪われる恐怖に囚われ続けていた。人は見えない傷の方が痛い、だから悲しい。でもどんなに痛くても生きていくしかない。生きていく。そして僕はベーダの目として世界を見て回るために生きる。それから6年、ベーダの記録に死亡扱いとなっていたヒクサーは、今再びシャルたちフェレシテの前に姿を現した。彼が今も生きている理由も、太陽炉を奪い去ったわけも、フェレシテには推測のしようもなかった。しかしフォンだけは、新たなマイスターの出現を足がかりに次の舞台へ踏み出す決意を固めていた。コード A13。 We'll be right back.
が敵を蹴散らしてやる。遠慮なくやらせてもらうよ。ここで失敗することは許されない。撤去死人仕留める。面白い。